はい、どうもボーリング TV のヒデです。今回はボーリングジャパン2020夏場所、第7戦目を投球したいと思います。本日の対戦相手は、沢田プロということで勝ちたいと思います。まあ男性として女性には負けるわけにはいきません。必ず勝つ。使用ボールはギアゴリラテ。よっしゃ、行こう。まず第一フレーム OK。 この夏場所は結構ね260近いアベで来てるんで、僕の目指してるのは270アベなんですよ。300。スペア取っていこう。危な危な。今結構良さそうやったんですけど、ちょっと滑ったからもうちょっと楽に投げましょうか。楽に投げたらいけそう。まだ280いける。よいしょ。よし、場所よいしょ。ナイスサーキー。今ラインと投球は合ってると思うんやけどね。今あとはどれぐらいゆっくりやさせる。OK。 よしよしよ。さあ、沢田プロ。沢田プロがハンデ10ピンを生かして289とか出さん限りは勝てそうやけど。オッケー。オッケー。さあ。はい、ナイス。とりあえず今ストライク6個。はい、あ、やばい、あ、やばい。おお、今のはほんまに危なかったな。今のはほんまに危なかったな。今の結構こぼれたからね。
さあここからエンジン入れていこう。さあよし、オッケーオッケー、あと3つ。今ストライクが8個か。はい、オッケー。はい、オッケー。じゃあうまいこと言ってんな。うまいこと言ってる。さあ男性の意地をかけてね、このストライクで決めよう。さすがに27出たら勝たれんやろ。はい、オッケー。はい、オッケー。よし来ました。ほぼ勝利でしょう。ほぼ勝利でしょう。いやー今日はうまくいってるわ。270アベいけるんちゃうか。あーしゃあないしゃあない。よしストライクが10個か。ストライク10個かな。はい、279点、ストライク10個で、まあ、澤田プロには、まあ、なんとか勝ったでしょう。はい、まあ、やっぱり男性としての意地があるんで、まあ、でも279を超えて、まあ、澤田プロが勝った場合はやっぱり澤田プロがすごいということです。はい、まあ、次回の8戦もしっかり頑張って、この夏場所は270アベ目指してるんで、しっかり頑張って投げたいと思います。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。